私が本物よ。何を言っているの？私が本物よ。ルウィーにやってきたわけですが、何がどうなってるですか？あ、ネプチューヌさんたち来てくれたんですね。フィナンシェさん、こんにちはです。ブランさんが二人いますけど、これはどういうことですか？はじめ偽物は女神化後のブラン様の姿をしていたんです。ですがブラン様と戦っている最中、不利と悟ったらしく、その姿をブラン様のものに変えたんです。なるほどです。ところでフィナンシェさんには本物のブランさんの見分けはついているですか？もちろんです。伊達に長年ブラン様の侍従はしていませんよ。ズバリ本物は左のブラン様です。多分今小声で多分って言ったわよね。言っておきますけど、最初は分かっていたんですよ。けどお二人が激しく戦えば戦うほど目で追いきれなくなって、分からなくなってしまったんですね。恥ずかしながら。けど困ったね。どっちが本物か分かんないと何もできないよ。とてとてとて、なんか人がいっぱいいるにゅ。何をやってるんだにゅ。気になるにゅ。はあ、どうやって本物を見分ければいいんだろう。ネプコ発見にゅ。おお、その声はプチコ。久しぶりにゅ。久しぶり、元気してた？ぼちぼちにゅ。ところでネプコは何をしているんだにゅ。うん、実はね、カクカクうまうまの。カクカクシカジカにゅ。事情わかったにゅ。今のでわかったの？ネプコ、そういう時は心の目で見るんだにゅ。心の目。ダメダメニュ。なら奥の手しかないニュ。奥の手です？本物はどっち？ルウィーの女神様一問一答クイズニュ。クイズですか？そうニュ。本物しか知らないようなことを聞いてみるニュ。おお、ナイスアイディアだよプチコ。じゃあ早速私から。ブランの3サイズはいくつだ？そんなの、こんな人前で答えられるわけないじゃない。そんなの簡単。上から。はい、ここで自主規制入ります。わ、私の3サイズよ。おお、右のブラン大正解。本人だし答えられて当然だよね。第2問は私、フィナンシェからです。ブラン様が2年前の夏のイベント用に書いた同人小説のタイトルは何でしょう？どうしてあなたがそれを知っているの？ブラン様のことは何でも知っていますよ。侍従ですから。簡単すぎるわ。終焉と神聖の輪廻、魔王と勇者の開口録。タイトルだにゅ。おっと、これは右のブランが有利か。じゃあ第3問です。3年前にブラン様が新人ラノベ大賞に送った小説の内容は？これも簡単。あ、お願い、それだけはやめて。異界の王子が生まれ変わりであり、人間に生まれながらも一個手段を一瞬で壊滅させるほどの魔法使いの少年と、前世では王子であった主人公と
ライバル関係だった敵国の王女の生まれ変わりの少女が現世で恋に落ちる異能バトル恋愛小説よ。正解です。いたたたたたた、実際にこういう小説書く人いるんですね。設定はいいと思うけど、ちょっとありきたりね。私なら、主人公は大魔王と人間の間に生まれた学園の申し子とも言われる少女が世界統一を目指す戦記物にするわね。どう？どうって、愛ちゃん。すごく、中にかっこいいです。では、第4問も私フィナンシェから。ふざけんな、てめえら！えぇ！恥ずかしくて答えられねえようなもんばっかり出すんじゃねえ！本気で見分ける気あんのか！ボロを出したわね、偽物。だと？本物の女神がこんなに口が悪いわけないわ。よって、あなたが偽物よ。いや、違う。本物は左のブラン様だ。ああ、あのキレゲーこそ正真正銘ブラン様の証。そうだよ、何か物足りないと思っていたらキレゲーだったんだ。待ってみんな、私だってそれくらい。お前らたかがキレゲーだけで偽物を選んではいけないよ。いけないぜ。ですけど、なんか違う感じですね。キレが悪いにゅ、お前偽物にゅ。姿形や記憶はコピーできても、魂に刻み込まれたキレゲーだけはコピーできなかったみたいだね。よかったですね、プラン様、本物だって証明できて。納得いかねえ。もうなんでこんなんが本物の証明なんだよ、クソ。さすがにあれじゃ素直に喜べないですよね。もうぶち切れた。スリーサイズを晒されたのも、忘れたい黒歴史小説を暴露されたのも、全部てめえのせいだ。バレたならしょうがないわ。こうなったら強行手段よ。この身に変えても英雄の武器は破壊する。待ちやがれ偽物。ブロッコリーたちも追うに。
はいいけど、なんで教会の地下にいるの？それは英雄の武器がこの地下洞窟に祀られているからです。そうだったの？まさかブラン、知らなかったの？うるさい。記憶喪失のネプテューヌだけには言われたくない。ブラン様は知らなくて当然です。何せずっと秘密にしてきた場所ですから。どうしてです？ブラン様が伝承に伝わる先代の女神様のようになってしまった時のための保険だと私は先代の侍従から聞いています。まあブラン様ならその心配はなさそうですけどね。フィナンシェ。泣きなさい。これがいいのかしら。私のターン。そうそう。そうそう。これは決まったんじゃない？ワクワクに。ヘイ、グッバイ、グレンの英雄。待ってました。待ってたぞ、待ってたぞ。顔に叩き込んであげるわ。待ってました。叩き切るよ。どうしてあげようかしら。これを使ったらどうなっちゃうのかしら。Thank you.
まには道具を使うのもいいよ。またラプラプにしてやんよ。ほんだ叩き切るよ。気合い入れていくよ。どうしてあげ…あなたきブロッコリーの番にゅ、あとを任せるにゅ。私にできることなら、はい、何をするんですか。ほいだ、生徒としては負けないよ。サンヤさんはどこですか。よく味わうです。さて、どうしてあげる。あなたきレベルアップよ。あんまり強くなった気がします。